警察がハムラを逮捕した理由は？理由は2つ。被害者はカムロ町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も登場会と抗争している。となると十中八九殺したのは登場会系列のヤクザだ。で、ハムラもその一人。もう一つの理由は？事件当日、ハムラは被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。ハムラは事件のことなんて言ってんだ？やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。じゃあ無罪を主張するってことか。実際にハムラが殺したのか。あんたはどう思う？そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するなら俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。もう十分分かったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。カムロ署までタクシーで行っていい？分かった。you